た目が自己紹介です。北海道から来ましたおたまでございます。よろしくお願いします。おたまと呼ばれてるんです。そこだけ教えさせてください。松島優太って書いてありますけど、これ本名です。で、本名ほとんど呼ばれておりません。日本でおたまって呼んでる人が9割方います。なので松島優太君の話を、ホーリーバジルの話を聞いたと言っても、誰ですかって、このお茶持ちながら誰のことですかっていう人が日本中いると思います。なので僕おたまと呼ばれてます。よろしくお願いします。何がおたまって呼ばれてるんですか、はい、今からその話をババババババッとしますね。ババババババと入ってくださいね。入ってくださいね。そうですね、ざっくりいきます。ざっくり自己紹介はばっくりいきます。はい、うちのホーリーバジルでございます。北海道で育っております。ホーリーバジルの紹介は後でいきますね。で、うちのホーリーバジルを僕たちは人として見立ててます。家族なんです。で、植物と人っていう境目はありますけど、うちはもう言葉は持ってないけど、さっきに戻るんで、言葉は持ってないけど性格はあると思ってます。なので植物という命と捉えています。僕は人という命です。で、これは石油の元で、石油は命なんで、植物を食べた動物たちが地下にこうずっと堆積して、いつしか油になり、プラスチックになり、お水という命を入れてる器でありますけど、元は全て命だっていう捉え方をして、僕たちはホーリーバジルというものを育てているというか、一緒に成長させていただいております。今年で、9年目になりました。なんかちょっと泣きそうになってきた。僕にとってここがちょっと聖地だったんですね。で、大谷館長には会えなかったんですけど、本当にこの大谷吊るしっていうのが、もう話ぶっ飛ばしますけど、これうちの農場です、ぶっ飛ばしますけど、子どもたちもこんだけこうにこやかにわーってやってますけど、これ全てのきっかけが震災だったんです、僕。で、これまた話があれですけど、12年前の写真です。で、これ中村文明さんってご存知ですか？ご存知ですか？これ天竺マンというお茶です。で、これてっぺんの大島さんなんですけど、この人たちにちょっと見つかってしまいまして、お前は逃げれないということで北海道に拉致されまして、ニート引きこもりと一緒に農業をしてくれと。っていうので、このおっちゃんが、耕せ日本っていうものを北海道でやってたんですけど、とにかく過去をさらけ出せと、もう脱皮せえと、脱皮イコール名前を授けると、これは過去からずっとやってきたことであると、仏教であろうと何だ、何だら教であろうと、お名前は授けましたっていうのがあるから、儀式です、君はお玉ですって言われて、どういうことみたいな。北海道に行ってカリスマ美容師に髪の毛を切ってもらうっていう会がありまして、で、カリスマ美容師に切ってもらえるなら、ビダルサスの世界チャンピオンなんて言うならぜひとも言って、北海道に入って、僕もともとこう見えてニートですよ、引きこもり、いじめられっ子で、もうほんまに喋ることも大変だったんですけど、まあカッコつけだけはずっとやってきたんで、カッコつけたいと思ってビタルサスの世界チャンピオンで連れてかれたんです。このおっちゃんにずっと笑ってるんです。なんでかな思ったら、そのビタルサスの世界チャンピオンさん、ものすごい角度ですごい丁寧にお玉弱心買ったんです、僕の頭。ほんで眉毛まで剃って、なんやこれと思って、すごい鋭利なモダンでしょとか言いながら言われて、そんで一番、その当時札幌で一番高級な温泉に連れて行かれまして、お前笑い取ってこいって言われます。脱皮せえと、お前カッコつけてるだけ、これでもカッコええから、モダンやろ、カッコええ、行けって言われて、パーってそうで、おばちゃん、おばちゃんとこ行って、こんにちはって言ったら、お玉じゃくしみたいねって言われて、お玉になっちゃったっていう、あだ名のストーリーでございました。カット出します。で、耕せ日本っていうのは、これここに見えてる人、みんなニート引きこもり、鑑別所上がり、あと人をちょっとやっつけてしまった人とかいっぱいいますけど、みんな土の上に裸足に立ってそれぞれ独立して、これもう11年前の写真で、それぞれ会社を起業した人もいます。
そしてですね、さっき震災の話をしようと思ったんですけど、もうここに来たかった、もう泣きそうやったんですけど、もう、この耕せ日本っていうものを2010年の末まで僕やりまして、3年間やった後、もうちょっとええかなと思って、お腹いっぱい思って、北海道から東京へ行きまして、2010年の冬に。で、オーガニックバー、たまには月でも眺めましょうっていうのが池袋にあったんですけど、そこを後継ぎでやってくれって言われて、オーガニックバーでこれ働いてたんですよ、この格好で。全然オーガニックじゃねえじゃねえかってお客さんにずっと言われてたんですけど、そしたら震災がボンと来まして、で、僕高円寺に住んでいて、池袋からこう歩いてる間に、もう3年間北海道で農業した後なんで、まず土がないことにおかしいって、これどうやって生きてくるんだろうと思って、でコンビニに並んでたんですけど、おかしいなと。北海道やったら隣の農家さん駆けつけてくれて、お前ら大丈夫かって野菜持ってきてくれるけど、なんで俺取り合いしてんだろうなとか、ほんで種持ってんのに撒くとこないやんと、ほんで桑をその当時北海道から大事な桑があったんで、持ってったんですよ、公園に。で、桑を持ってこうと思ったら、その当時付き合ってた彼女がこう止めまして、警察に捕まるって。そうですよね、とか言いながら、なんとも住みづらいなって思った時に、原子力発電所がドンってなったんです。あ、これ本当にどうしようと思って、その当時、うちの彼女と妹といろんな仲間が東京にいたんで、みんなで集まって、レンタカー借りて、出身地三重なんで、三重県に帰ろうと、車を借りに行こうとした時に、なぜか気になったオーガニックショップがあってですね、そこに入ったんですよ。そしたら、これが日本を救いますって書いて、この子の種が置いてあったんです。で、よく分かってないです。初めましてなんで、ホーリーバジル、なんじゃそりゃ。でも日本を救いたいっつって、買った種を持って、東京から三重県に逃げてる間に、さっき映った天竺マンっていうおっちゃんが被災地に、まあ、石巻とかいろんなところに助けに行く、プラスアルファで北海道で農場を作って受け入れ体制をしたいんだと。で、農業やってるのお前しか知らんから、おもろいやつでやってくれって言われて、この今日はいい天気なファームという謎の名前の農場ができました。今日はいい天気だファームという名前なのに、皆さん今日もなのか元気だファームとか、もうね一人歩きして何のこっちゃわからない名前になってますが、10年やってます。そんで今日はいい天気だファームって言って家も作りました。もともとこの壁しかなかったんですけど、天竺マンが連れてきた女性と3日ぐらいで恋に落ちまして1週間後ぐらいに結婚しますかって言ったら、向こうもそうですねってなりまして、それやったら結婚式やるんやったらどうしよう、家作るかっていう話になって、家を作るロマンを語り出したらですね、うちの奥さん子供ができない体だったんです。副腎を取ったりとか、この乳がんもしていて、でホルモンの病気で、とても子供はできませんって言われたんですけど、僕はもしかしたらこれでいけるんじゃないかなと。日本を救うならお母さんだって女性だって救うでしょみたいな理由で、絶対大丈夫、絶対俺を信じろ、絶対俺を信じろという口説き文句で落としまして、そしたら4ヶ月で子供が授かりました。で、今や一番初め見ました。めっちゃ可愛いでしょこれ。可愛い。3人いるんです。超可愛いんですよ。この朝ちゃんがその時初めて生まれて、で生まれた時に病院へ行ったら誤診でしたって言われました。誤診なわけがないんですよ。まず取ってるんでね、認められなかったんです。なんで子供ができたかもう分かりませんと投げられちゃったんです。もう分かんない、でも子供できたからいいじゃんみたいな、お医者さんそんなこと言ってくれるんですねみたいな感じで、嬉しかったんですけど、で2人目もできて、これガフ君っていう男ですけど、髪の毛切りたくないって言って、インディアンも髪の毛切らないでしょって最近言って、なんか最近すごいんですよ、おろそろす謎の発言をする。で、このエニシ君、こいつもですね、今1歳ですね。円の円でエニシ君って、はい、エニシです。赤ちゃんは、まあ
あの日本古来の伝統的な作物である麻から取りました。で僕はもともとミュージシャンだったので音響もやってましたので音楽が大好きなんです。だから音楽の楽で楽君、そして縁君、全部インスピレーションでつけられるという大変な嫁生まれてくるまで名前がつけれないんです生まれた時に麻ちゃん楽君縁君っつって、ほんで後でね、やっぱ判断は取るんですけど、生命判断オールクリアで、ほら見たことか実はちょっと考えてたんですけどねでも僕はすごいでしょみたいな感じでやって遊んでおります。で僕が今日伝えたかったのはこれです。ありがとう農法という農法をうちはやってます。でホーリーバジルを栽培してる人たくさんいますけど、うち肥料農薬っていうものを全く使ってない自然栽培って言われるようなものなんですけど、それをありがとう農法という生き方としてやってます。ありがとう農法って聞いたことある人いますか？はじめましてですね、僕が作ったんではありません。とりあえずありがとう農法という考え方をざっくりとやります。家です、純粋に家です。これ皆さんとらわれてますけど、これは地球ですよね。でこれ見た瞬間に、スピリチュアルの話ですか、宇宙の話ですか、あそこから壺出てくるんですかみたいな空気感になるんですけど、思い出してください、地球に住んでませんか。皆さん地球に住んでるのに、住んでることをだだ忘れしてるんですよ。日本も全て地球です。この家の中に住んでる命は全て家族です。命なんで、言葉を持ってるか持ってないか、そういう判断基準はもちろんありますけど、全てが家族です。だから家族がしてることです。究極アマゾンが燃えてる、なんか大統領がどう、家族がやってることです。全て家族がやってるので、そしたら何か僕地球の裏側で家族として悩んでるのであれば、何かできることないかな。そっか、俺ホーリーバジルいっぱい植えれるわ、ホーリーバジルいっぱい植えようっていう考え方で僕たちやってます。なので今ホーリーバジルうち1万株植わってるんですよ。1万株なぜ植えたかというと、去年北海道が大地震になりまして、うち震度6強でした。であんな家作ったんで潰れてるだろうと皆さん連絡くれましたほんで、あいつ連絡取れへんから死んでもたわ、いよいよ花火師みたいな格好してるから花火みたいに散ってもたっていう風に言われてたんですけど、何のことじゃない、コップ一つ落ちてないんですよ。縄文遺跡の上にうち立ってるんで全く揺れなかったんですよ。それって古代の人たちは全て知ってるんですよね。縄文人が住んでる上は大丈夫っていうのを知っていて、火山からもいい距離やし、海からもいい距離やし、揺れても大丈夫みたいなところにいたんですけど、まあそういう地震があったおかげというか、その時に思い出していただいたら、1年前ブラックアウト、北海道中全停電したんですよ。あの時もう2日3日ぐらいね、水道しか出ないという状態だったんです。それでうちは水道が出て、皆さん来てって言ってテント張って水もこう飲ませてあげてたんですけど、やっぱりあの時の電気が止まったことが、やっぱ今は必要なんで、電気がね、なんとか止まらないような新しいプラントを作ろうということで、新しいバイオマスのプラントを作ることになりました。それは素晴らしいなと、自然エネルギーやし素晴らしいなって思ってたら、うちの家の隣の方の山が一瞬でなくなったんです。急に二山消えました。木が全部伐採されてたんです。今千歳市いっぱい伐採されてます。で気づいたら木をどんどん集め始めて、今チップにする作業を始めまして、発電所の燃料のために木が一山二山切られてます。僕これものすごく悲しくなってしまい、で動物も家族なんでね、うち鹿さんとか今遊びに来ますけど、鹿さんが逃げる場所がなくなってしまって、どんどん引かれて死んでいく姿を見たくなかった、タヌキが引かれるのを見たくなかった、
奈良はホーリーバジルでサンクチュアリ作ってやろうぜっていうので、うちの土地は2兆あるんですけど、2兆を測ってみたら2万だったんですよ。ホーリーバジル2万株植えれるやんっていうので2万株チャレンジをしたんですけど、なぜか隣の農家さんが突然引退されて、その代わりに来た農家さんが何にも分かってない人で、除草剤ブワーって隣で撒いてしまい、1万株ぐらいが除草剤がかぶってですね、枯れてしまいました。なので今1万株しか植わってません。だけどこれは本当に怒ってもいいことだとは思うんですけど、やっぱり家族なんでものすごい泣きましたよ。ものすごい悔しかったし、なんでやねんって思ったし、言えばよかったのかもしれないけど、僕らがやれることって、笑ってホーリーバジルを残ってるやつで世の中の人が飲んで美味しいねとか、これから種にしてこういう風にねリースにして、これでトゥルシーバーンするんです、うちトゥルシーバーンはこの種を送るんじゃなくてリースを送って、でお家で僕らの思い伝えてからですね、家にこうやって飾ってね、クリスマスやったら自分らでこうカラーリングしたりとか、お正月ちょっと神明縄みたいにね朝日もつけたりとか、そういう生活に入れてもらって、春になったら程よく乾燥して種がポロポロ落ちてきたやつを巻くっていうことを始めようとしてます。こういうふうな発想に変えていったら、あの除草剤事件がなかったらこれは発想として生まれなかったし、そういうお役割というか、ネガティブポジティブというかね、こううって思うことがあるから楽しいがあるし、結局どっちを選択したいかって言ったら僕は楽しいなので、楽しいことを選択するためにはやっぱ苦しいも必要じゃないですか。だからそういうふうに捉えてこの家で僕たちは遊んでおります。でこの話をすると10分いくかな。で植物話します。植物が話したがってるんで、僕ホーリーバジル、変な話、声は聞こえませんけど会話してます。ホーリーバジルが一番分かりやすくコミュニケーションが取れると思っていて、ものすごく協力してほしいと、僕も協力したい、協力し合える関係になった人はボンボン作ります。だけど大好き大好き大好きです、あなたをなんとかこう形にしてシェアりたいですとかなると急に枯れる人がなぜか多い。なんでだろうなと思って調べてみたんですよ。統計取ってみようと思ったらやっぱ多いんですよ。まあ世の中で言うとエゴとかね、そういうのになるかもしれないですけど、やっぱ多い、なんでかなと思って、自分もエゴったらやっぱり枯れちゃうんで、ああ枯れたね、2株3株枯れたね、なんかあの時の夫婦喧嘩ちゃうかなとか言ってるんですけど、で植物なんか明確に役割を持ってます。ホーリーバジルは本当に何かを気づかせる、僕たちの中ではありがとう農法では豊穣というエネルギーを信じているので、大地の豊穣、地の豊穣と天の豊穣、これを結びつけるお役割をしてくれているので、今ここに生きるっていうことを思い出させてくれるんですよね、このハーブが。なので今自分の病気だったり何だったり今感じていることは何ですかっていうことをすごい聞いてくれる。それを自分でコミュニケーションして飲むと、やっぱりそこに流れていくんですよ、エネルギーがね。そうするとこう循環していくっていう風なものかなと思ってるんですけど、植物の中で、ね、この杉菜のご紹介をさせてください。杉菜さん知ってますか？杉菜ちゃん知ってますか？知ってます。杉菜ちゃんがね、普通の農家さんの畑に出てくると、うわ杉菜が出た、石灰負けって言って石灰で全部消そうとするんです。なぜならカルシウムが足りないよっていう、あのお知らせの話なんですね。杉菜はカルシウムが足りないところに生えてきやすい、生えてくるんです。だけどこの杉菜しばらく経ったら石化するんですよ。自分でカルシウムになってカルシウムとして帰ってくるんです。カルシウム足りないこと知ってるから生えてくる。だから植物は生えてきてる意味は全て持ってます。そこに生える役割全部理解してます。で人に除草剤かけられようが何やろうが、自分の役割しっかり全うしようと思って、石灰かけられても何度でも何度でもこらーとも言わずに、また出るまた出る、もうかわいいんですよもうね、熱くなってきたちなみに広島で原爆が
落ちたじゃないですか、74年前ですか、落ちて一番初めに生えてきてくれた植物です。なのでこの人がいなかったら広島は浄化されなかった、それぐらいの生命力の高い植物なんで、飲むのもいいですし、まず杉菜を見た瞬間に、ようやってるねって言ったら、植物界って根っこでつながってるんで、この人植物のこと褒めてくれたんだ。で、歩く先々、行く先々、植物絶対当たりますから。植物の星なんで、人間の方が少ないですから。地球の裏側行こうと、どこ行こうと、おいおいおい、あれ日本のさ、福島でさ、杉菜褒めたやつちゃん、ちょっとええことしてあげよう、バナナ落とそう、ドロンバナナみたいな。逆にお金も神なんで、神っていうのはもともと植物ですから、お金も回ったりとか、食べ物に震災の時困らないとか、突然歩いてたら水がバーって湧いて温泉だったとか、そういうお知らせをしてくれる引き寄せって、僕そこかなって思います。やっぱ自分のこと好き、自分のやりたい、プラスアルファで植物も命だよっていうことで発動するのは、全て命じゃないっていうことが発動するんで、そう、分かりやすいです。植物褒めてあげてください。ありがとう言ってあげてください。なぜなら自分自身は視線の分身と僕たちありがとう農法では言ってます。これ隠すと分身でしょ、分身に念入れたら自然じゃないですかっていう当てつけでございますけど、自然の分身なんです。僕ら自然なんです。自然の一部、命なので、こういう解釈でホーリーバジルを育てると、ああ今何を言おうとしてるのかが分かるとか、植物とかもう野菜すべて、植物すべてです。で、自分自身もそうです。野菜を食べて生きてますからね。野菜食べないと、植物食べないと生きれないしね。土の化け物ではありますけど、本当に野菜で生かされてますから、自然の分身なんですよ。昨日食べた野菜の分身なんですよ。ジャガイモなんです。僕はジャガイモですって言っても大丈夫なぐらい。僕たちありがとう農法、僕らではこういう本来の自分自身、自然の分身に戻って地球に暮らす命として、無償の愛の循環を起こすことをテーマにして、このホーリーバジルを栽培してお届けしております。これうちで作った黒千石大豆なんですけど、見てください、ハートなんですよ。今日高知から来ていた女性がですね、突然これあげるってくれたら、見て見てハートなのって言って、豆がハートだったんですよ。同じやな思って、この人も僕があの時これハートって言った、あの時の植物が持ってきてくれたギフトかなってちょっと思っちゃったりとかするような面白い生き方に変わるんで、ぜひ植物褒めてみてください。で、ありがとうの方の誕生の話をします。この人、タカさん、サユミさんっていう村上さん夫婦、洞爺湖でありがとうの方を産んだ農家さんです。今は淡路島に引っ越しをしましたけど、この2人に息子がいました。大地くんっていう息子がいました。で、突然大地くんは突然死をしました。で、亡くなったらやっぱり泣きますよね。もう死にたくなっちゃったんです。で、旦那さんがうつ病になりました。で、もうなんか冬から春までずっと泣いたらしいんですね。落ちたら真っ白黒、もう何にも色がない世界になっちゃって、もうダメだって外に出た時、春なんで草が生えてたんですって。草だけ緑に見えたんですって。そしたらもう気もおかしくなってたのかもしれないけど、自分の息子の声で、お父ちゃんこれが生命力だよっていう声が聞こえたんですって。そこからありがとう農法っていうものが誕生しました。で、ありがとう農法っていうのは今言った生命力っていう5つの物差しを使ってやるんですけど、今のような現象が、変な話ですが、3年ぐらい続いて物差しが5つ揃いました。僕たちはこの生命力、エネルギー、豊穣、陰陽、循環というこの5つの物差しを持って植物と対話をして、僕はホーリーバジル農家なんで、ホーリーバジルの実を作ってますけど、やってます。ちなみに生命力の使い方、こっちが大事です。生命力を認めることです。さっきからもう暑うなって言ってる、杉菜を認めてあげてとか、石油でしょ、石油も元は動物じゃない命みたいな、認めること、プラスこれエネルギーを感じる、
このエネルギーって水もエネルギーですからね、水喉乾いたっていうこのエネルギーを調和してくれるエネルギーなんで、喉乾いた時に水を飲んだら水のエネルギーしっかり感じれてるんですよね。だからこのエネルギーという言葉にとらわれないでほしいんですけど、本当にエネルギーを皆さん感じて今ここ生きてます。そして豊穣を信じる。豊穣っていうのは土の中にあるものすごい栄養体というかエネルギー体があるんです。ものすごく湧き出てるもの、それは自分の中にもあるしみんなにもあるし、それを信じて生きるんだよっていうことをテーマにしてます。で、陰陽を知るっていうのはさっき言ったんですけど、楽しくないがあるから楽しいがある、じゃあどっちを選択するのっていう選択肢がありますし、バイオリズムもあるんで、楽しくない時に楽しいとか言っても楽しくないんですよ先取りしてる感覚で自分は楽しくないということを感じてるけど、その先きっとこのバイオリズム、この瞬間に楽しいが来るから先取りして今ここ大変だけど楽しいって言おうっていう覚悟を持って楽しいって言うならいいんですけど、私はネガティブにはならない楽しいみたいなのは逆に落ち込みます。僕はそれが自殺の原因だと思ってます。僕の仲間もいっぱい自殺してます。ニート引きこもりの仲間いっぱいいるんで、それもなんとかこの陰陽っていうところから一人でも、気づいてほしいなと思ってます。で、循環を確認する。僕たちは循環の中で生きてます。地球も回ってますしね、スパイラル上昇しながら回ってますしね、太陽系自体だとか、これ不思議な話になっちゃうんで、もうこの辺でお口着しますけど本当に地球に住んでるっていうことすら忘れがちなので、どうしてもすごいスピリチュアルっていう言葉にとらわれてしまって一番大事なことすら落としかねないので、もう大前提として地球に住んでいて地球の中にいる生き物たち、命たちは家族ですっていうシンプルなところを落とすと、これがもうできてます。言葉として入れなくてもできます。あと5分だけ大丈夫ですか。で、僕らのありがとう農法自然栽培っていう農家さんもおるかなと思って簡単に、違いを見せたのと、僕ら観光栽培っていうその肥料農薬を入れることを否定してません。隣で農家さん除草剤撒いてても否定しません。その人がその人今ここで一番大切なことを選択して愛情を持ってやってることを否定はしてません。だけど実際農薬化学肥料を使って栽培してるんですけど、この農薬と化学肥料はもともと戦後食糧難やった時に日本の弾薬とか余ったんですよ。それをなんとかしてこの食糧難なんとかできへんかって言って科学者たちが化学肥料を作ってくれたおかげで生き延びることができたんですよ。なので農薬肥料も望まれて生まれた命なんですね。おじいさん、僕のひいじいさんに当たりますね。ひいじいちゃんたちはめっちゃ頑張ってくれたおかげで命が今日本人としてつながってるっていうのはものすごい感謝じゃないですか。ここをしっかりと知ってあげることでこれが敵じゃなくなるんですね。しかもアフリカに今も出たら緑地化できるんですよ、砂漠を。この能力っていうのは、ただ大地に生命力がないっていう価値観のままなんです。俺たちが何とかしなきゃっていう感じなんですね。ちょっと走ります。ほんで次、有機栽培っていうのが出てきました。この有機栽培っていうのは農薬化学肥料を入れた野菜は大きすぎてなんかカスカスやん、美味しくないやんとか、あ、なんかあれ病気になりがちちゃうっていうのが世の中でこう蔓延し始めて健康ブームが来ました。オーガニックブームが来て、え、じゃあこれ牛糞堆肥にしたらいいんじゃないと、牛食べてるしいいんじゃないっていうので牛糞堆肥にしました。なんで戦後の食糧難を超えた時に健康を維持しようっていうことで作られたんです。僕のお父さん世代ぐらいですね。だからこの間健康が保てたおかげで僕は生まれ、こうやってここでわーわーさ喋ってるわけです。ありがたいですね。で、これもただ大地に命がないっていう価値観でした。これが今までの価値観です。ここからもうニュージェネレーションなんで、僕たち何すんのっていう時代になりました。僕36なんですけど、
農薬化学肥料堆肥を使わないって、これだけを見るとそんな無理でしょってなるんですけど、僕らあトンネモタ大地に全てあるって信じてるんですよ。大地には全てあるんですよ。それを信じてあげると、写真撮影いいですか、それを信じるとこんなオリバジルができるわけなんです。これもう本当に命信じるだけでいいです。今日僕それ伝えに来ました。マントラ見てても、ああ命の循環ってあるんやなとしかもう見れなかったんで、マントラいいっすね。泣きました、マントラで。ということで僕のお話はこの辺りでおしまいにしますが、これを持ってまた日本中を今こういうお話を1時間2時間3時間ぐらいかな喋って歩いてます。でお茶会って言ってこのお茶を飲む会を開いたりとかしてるので、もしよかったら東京でもどこでも呼んでください。行きたいんで、喋りたいんで。そして今日もう一番初めからこうチベット体操っていうのをやったんですけど、土の中に種ってなって根っこ生やしてパカって割れてパーンみたいなワークがあったんですよ。めっちゃ良かったんです。チベット体操忘れてしまった。私もあっちに時間を持っちゃったのね。ああいうワークとかなんかいろんなこととこう調和させながらね、循環させながらこう生命力の高い、後ろで今日山形からもうなんか1週間ぐらい前に北海道で僕の話を聞いて来たいって言ってくれて、蒸留機を自分で作ってどんどん開発して、今やセミナーと一緒に蒸留をやってるっていう、もう銅を通した方がいい香りがするとか、いろんな細かいスパイラルになるとか循環してるとかやってる方がこうやって来られてますけど、そういう人とコラボしたりとかいろんなことをして、新しいこの価値観を、音楽もいいですね、パフォーンを叩きながら僕が隣で命ですとか言ってとか、もう何でもありなんで声かけてください。そしてここまで来て、なんと今日はセールストークでございました。すいません、北海道からこれを担いできたんですけど、30パック持ってきたんです。でもう結構そこで5パックぐらい販売できたんですけど、1300円で販売しています。僕ら命のこのエネルギーをお届けしているっていうものなんで、飲んでもらってもいいし、なんかこの人気になるなっていう人にプレゼントしてもいいので、買ってください。お願いします。ありがとうございます。ということで、おたまでございました。ありがとうございます。